はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第147回でございます。で、今回テーマが今自分ができることというテーマで。で、サブテーマというか下の部分がこれからの撮影について、あともう一個が告知なんですが、6月18日、19時からあるイベントについて告知させていただきます。で、まずですね、あの、今日月曜日にアップさせてもらってるんですが、あの、Twitter ではね、言ったんですけども、 ちょっと風邪をひきまして、あの、咳が止まらないんです。声もちょっと出なかったんですけど、で、今日病院行ってきて、今、結構強めの咳を止めるね、薬を今飲んで喋っているんですが、ちょっと一日遅れちゃってすいませんでした。で、今回はですね、まあ、テーマそんな感じなんですけど、えっ、ー、と、短く済ませます。まあ、済ませる詐欺になるかもしれないけど、あの、大事なことをちょっとお伝えしますので、もしよかったらお伝えください、あとお付き合いください。よろしくお願いします。 でね、えっと、ごめんね、ちょっとまた、咳きちゃうかもしんないんですけど。で、まず、あの、これからの撮影について、まあ、今後のスケジュールですね、について、まあ、伝えるのがメインです。で、まあ、それに関して、ま、今自分ができることっというのとも、思いもね、ちょっと気持ちも話そうと思ってるんですけど、あの、結論から言わせていただくと、えー、これから、えっと、これアップして、明日か。明日で今撮ってる数 A の動画がね、えっと、終了となります。で、本当はですね、その後、数3を撮っていこうと思って、 で結構前からもう数産の参考書を何冊か買って勉強もしたりとかちょっと版書作ったりとかもしてあったんですけどえっ、ー、と数産の撮影はえっ、ー、と今回撮らないこととしますでえっといずれその先ねこれから先 <laughs> ごめんねこれから先撮るかもしれないんですけど撮るか撮るか,撮るかと思ってるんですが、えー、今回は数産はねちょっとスタートを切りませんで何を撮るかっていうと、えー、高校受験 でまあ、中学校3年生向けですね高校受験の、ね、みんなのために撮ってた、えー、受験対策動画去年ねちょっと撮れなかったんですけどそれを1週間に、まあ、1本か2本ずつアップできたらいいなというふうにやっていこうと思いますでえー、っともうこの時点でねなんでふざけんなよって思う人もいるでしょうきっと数産の要望はすごく多かったですし、まあ、皆さんからね撮って撮ってと言っていただいてたんであのそれにお応えしたかったんで、まあ、準備もしてたんですけど えー、なんでこういうふうにねスケジュールを変えたかと言いますとやっぱりえっ、ー、とまあ子供のことがですね、まあ、メインとなるんですがえー、まあご存知の方もいると思いますけど自分先月ですね2人目の子供が生まれまして今男の子2人子供いるんですけど3歳とまあ1か月の子がねでまあ子供がねその生まれてから奥さんと下の子は実家に行っててでこの前戻ってきたんですけどまあ1人目の時と同じような感覚でいると思ってまあ撮影する時間は減るけども。 けども、まあ一応、一日一本とかはやっていけるかなと思ってたんですが、えー、いざですね、まあ子供二人っていう状態で生活が始まるとですね、あの正直言うと本当に準備する時間が全く取れないんです。で、撮影する時間は取れるんですけど、ある程度。準備。で、あの自分はですね、もともとあんまり頭が良くないので、動画を撮るにあたって準備が時間かかるんですよ、めちゃくちゃ。あの自分で勉強するとこから始まるので。 だから例えば、まあ、数学はね一応専門ではあるんですけど、まあ、数三とかになってくるともう多分1本撮るために12時間勉強してでこう何本分かの、ね、こう撮影のこういう流れで動画を撮ってこういうふうにやってったら見てくれてる子たちにとって分かりやすいかなって全部組み立てを何本か一気に考えるんですけどでそういった時間が確保できないんです正直。でこれはですねおそらく <laughs> その下の子がね 3ヶ月まあ半年とかになってきたらまた状況が変わるかもしれないんですけど今現状、まあ、1, 1週間2週間このねあの家族4人生活が始まってから、まあ、厳しいと、うん、あの準備ができないで準備をで手を抜いたもので撮るのがどうしても許せないんですね自分はで最初はあの1週間に12本数三の動画を上げていくってペースにしようかなと思ったんですけどあの今の数三ね今参考書何個か用意して考えてる多分 通算の動画150から200本になるとと思うんですきっとでそれを1週間に2本とかのペースでやってったらいつ終わるんだっていうふうになっちゃうのねできっと数算の動画を始めたらありがとうございますって言っていただけるかもしれないけどもし自分が見る側の立場だったらえ次まだ3日後なんすかみたいなそうだったら中途半端になりますよね見てくれてるみんなにとっても次の単元まだ上がんないんすかみたいなでそれは うーんまあ動画上げてる自分のこだわりとしてもやっぱ違うし、で、見てくれてるみんなにとっても、結局中途半端になって不利益なもの、ね、利益のプラスにならないんじゃないかと思って、一週間二週間この葛藤をすごいね、悩んだの、ずっと。ずっと悩んでて、これに。で、まあ、うん、昨日一昨日ぐらいかな。うん、この形にしようと。そう、中途半端なもの上げるんだったら、自分がこれを届けたい。 納得できるものやっぱりアップしたいの、勉強に関しては。うーん、せっかくみんなの時間もらってるしね、奪ってるわけだから、だったらね、まあ10分前後の勉強動画見てよかったって、あ、勉強分かりやすかったっすって思ってもらえるものにしたいんで、今回はーさんは見送りさす、ね、見送らせていただきます。で、その受験対策動画に関してなんですけど、 まあこれをね、えっと、おととし撮ってる時に、1本撮るのに、普通の動画よりも時間かかります、準備に。そう。かかるんですけど、まあ、1週間に1、2本をね、まあ、守ってペースで上げていければ、まあ、これに関しては、だずっと高校生撮ってたからね、もうね、ここ1年ぐらい撮ってたから、そろそろね、まあ、中学生の方に回、もう1回戻ってっていうのもありかなと思って、そういうふうにやっていきます。あの、これに関しては、最初に言ったようにね、も、ま、う、あ、ふざけんなと思う方もいると思います。 はい、あのそう思われるのは重々承知で今回決めたことですのであのいずれいずれって言ったって自分がねその受験の時にすーんなかったら意味ねえよと思う方もいるかもしれないですがひとまず今回決めたことですのでご理解いただければと思いますよろしくお願いしますでえっとそれにあたってちょっと一個お,、ね、お願いかというかあのもしできたらなんですけどその受験対策動画ってもともと自分がねこう参考書とかその地,地域の書問 とかをね、こういっぱいやって、ちょっと問題の数字変えたりとか、形を出題の仕方を変えたりとかしてよく上げてたんですけど、あの、今、あのー、ツイッターとかさ、あの、なメールとかでたくさん質問メールいただくんですね。で、そうそう、質問メールに関してなんですけど、まあ、いつも言ってるように返信率はもう10%以下なので、あんまり期待しないでいただきたいんですが、え、必ずお願いしたいのが、こう、写メ付きで送っていただくんですけど、 答えも必ず送ってください。あの、自分、さっきも言ったように、あんまり頭が良くないんで、ちゃんと自分で解いて合ってるかを確認したいんですね。そう。なので、あの、必ずそれお願いしたいんですが、で、まあ、これから受験勉強、夏休みにもね、そろそろ入っていくので、それにあたって、まあ、いろいろ問題やるじゃないですか、みんなが。塾でも、自分で買った問題集でも、過去問でも。で、やった時に、これちょっと解説してほしいな、とかって、もし思うのがあれば、それを送っていただいて、それを受験対策動画で採用する可能性があります。そう。 で、科目としては、一応今考えているのは、えっ、ー、と、すう、り、A、です。A はまだ一回も取ったことないんですけど。ただ、英語は長文に関しては著作権引っかかる場合があるので、長文は NG です。はい。乗っけらんないんで。そう。いける、グレーゾーンではあるんですけど、ちょっとね、グレーゾーンを攻めるのもね、ちょっと微妙で怖いんでね。なんで、まあ、特に、えっ、ー、と、数学と理科に関しては、まあ、写メつきで送っていただいたら、基本的に受験、その、の問題。 をメールで送ってもらっても、メールで返すの、文面で返すの無理なんですよね。そう、そんなに簡単ではないから。だから、まあ、それをね、もう結構送ってから、なんか数週間経ってからのアップとかになってしまうかもしれないんですけど、まあ、動画で取り上げさせてもらうこともあるかもしれないので、あのー、もしよかったら、あの皆さんにとってもプラスになるかもしれないし、自分にとってもありがたいので、こういう問題、ま、悩んでるって、じゃあこの問題取り上げてやっていこうみたいな、ね、関係もできるかと思いますので、 まあツイッターメールどっちでも構わないんですがツイッターに関してはねそこにあるように <laughs> アットマークハイチアンダーバーとあるまあひらがなハイチで検索してもらえれば一発で出てきますので,でメールに関してはそのツイッターにあのメアド書いてありますからそこにくあのヤフーアドレスですねそこに送ってもらえれば大丈夫ですのでもしよかったらご協力くださいよろしくお願いします で、えっと、最後告知ですね。えっと、6月18日19時からと書いたんですが、これちょっとサブアカですね。自分あの勉強チャンネルと、もう一個ゲーム実況のチャンネル両方持ってるんですけど、あのまあ、ゲーム実況の話にはなってしまうので、ここからね、興味ない方はスルーしてもらって構わないんですけど、ゲームフェスト2016初夏っていうイベントが、まあ、ゲームウィークとかっていうね、イベント前ありましたけどで、ゲームフェストっていうイベントが、えー今週月じゃない、今週の土曜日、6月18日から30までだったかな。 えっと、開かれます。いろんな、えっと、ゲーム実況の方、まあ、YouTuber の方がですね、えっと、出てきて、いろんなゲームをするっていう <laughs>、ごめんなさい。イベントをね、やらせていただくんですが、その初日の、えー、19時からですね、えっと、22時までの3時間です。で、えっと、3時間で、自分と、えっと、もやゲーム、えっと、もやゲもやさんって、えっと、ご存知の方おい、いらっしゃるかもしれないんですが、もやさんと、あと、GG グッドガールズゲームズか、の皆さんと、えっと、出演させていただきます。 で、1時間ごとで放送チャンネルが違うんですけど、自分がスタートとなります。で、こっちのチャンネルから見ることはできないんですが、えっと、ゲーム実況のチャンネルに生放送が、えっと、アーカイブとか、あの、なんだ、リンクが載っけられますし、ツイッターの方には貼ろうと思ってますので、始まったら、生放送で、あのね、ゲームをするっていう、ファイナルファンタジー9っていうゲームをさせてもらうんですけど、ちょっと、普段とは違う姿で、わたわたね、ゲームしてる姿が見れるかと思いますので、まあね、 あまり興味ある方いらっしゃないかもしれないんですけどもしちょっと見てみようかなと思う方がいたら基本的にすげー緊張するタイプなのでめっちゃ緊張してる姿になるとね汗ダクダクになってるんですけどもしよかったらね遊びに来てもらえたらと思いますのでよろしくお願いいたしますでは今回は「ハイチのダラダラジオ第147回」テーマ「今自分ができることを」と。 いうのね、喋らせていただきましたで完全にねその今自分ができることっていうのを <laughs> 言い忘れちゃってるんですけどあのー、そうまあ背伸びをしてね頑張って数算取っていこうっていうのを思ったんですけど今自分ができる範囲でうんやることの方が大事かなと地に足つけてねやってる方が大事だとすごい思ってという形で、まあ、今回決めさせてもらったので、まあ、そのタイトルでテーマにさせてもらったんですけど、まあ、このタイトルでね聞いていただいて本当にありがとうございました。 まずはね、ちょっと風直します。<laughs> ね、お医者さんで、まあ結構ね、強めの薬もらったんですけど、まだ声もちょっとおかしいですし、咳も出てるんですが、あのー、ひとまずね、受験対策動画をね、これから、ちょっとずつちょっとずつ撮っていこうと思いますので、もしよかったら、これからもね、どうぞお付き合いください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとう,しよう